吉田です。今回はヤフオクの1円出品の注意点とは、手数料などの注意点も漏れなく徹底解説します。ヤフオクで利用できる1円出品について解説いたします。たったこれだけ、簡単にできる1円出品。まずはじめに1円出品の方法をご紹介します。1円出品の利用方法。開始価格を1円に設定するだけで、その他は普通の出品方法と変わりません。しかし、いくつか注意点があるのでご紹介します。商品タイトルに1円を入れる。ヤフオク内で検索にヒットするためにタイトルに1円を入れてください。設定しない方が良いのか。1円出品の即決価格。即決価格を設定してしまうと、お得感が薄れてしまうと同時に、万が一価格が高騰した場合に即決価格以上の金額にはならないので、設定しないことをお勧めします。意外と重要、1円出品の際のオークション期間。1円出品の場合、オークション期間が短いと落札額が上昇しづらい傾向にあります。必ず7日間は確保しましょう。また利用者が増えやすい連休最終日の20時から24時の間に終了日を設定することをお勧めします。意外と見落としがちな送料設定。1円で落札された場合に赤字を防ぐため、送料は必ず落札者負担に設定しましょう。こんな商品は難しい。1円出品に不向きなアイテム。定価がそもそも安かったり、需要が少ない商品は1円出品には不向きで、1円で落札されやすくなりますので、出品には注意しましょう。だからおすすめ、1円出品のメリット。1円出品の3つのメリットをご紹介します。1円出品の魅力その1、ほぼ確実に落札される。ライバルがとてつもなく多かったり、需要が極端に少ない商品でない限り、ほぼ確実に落札されます。1円出品の魅力その2、価格の安い順で上位表示されやすい。買い手が商品検索をする際に、価格で並べ替えた場合に上位表示されやすくなるため、結果入札率が向上します。1円出品の魅力その3、入札戦争の結果、一攫千金も。価格が高騰しやすい入札戦争が起きる可能性が高い傾向があります。ここは注意。1円出品のデメリット。1円出品の2つのデメリットをご紹介します。できる限り避けたい赤字のリスク。一番大きなデメリットである赤字。1円で落札された場合に送料を出品者負担にしていたり、有料オプションを使用している場合は赤字になります。赤字を避けるためには最低落札価格を設定することをお勧めします。即決価格とは違い、買い手から見えることはありませんので、販売イメージを損なうことなく最低限の販売価格が保証されます。利益が上がりづらい。1円始まりということもあり、思うように価格が上がらない場合もあるので、出品時には市場調査をして価格設定を行いましょう。始める前に確認しておきたい出品時に発生する手数料。確実に利益を出すために諸費用を確認しましょう。落札時に発生する落札システム手数料。落札時に必ず発生する落札システム手数料があります。金額はプレミアム会員だと 8.8%、 無料会員だと 10% です。出品オプション利用料は利用時にのみ発生。有料オプションを使用すると別途費用が発生します。基本無料も可能。出品システム利用料。ヤフオクへの出品だけなら無料ですが、カテゴリーによっては3080円のシステム利用料が必要です。システム利用料が発生するカテゴリーとは、車などの車両関係のことを指しており、出品システム利用料以外にも落札システム利用料が通常とは別の価格帯で設定されています。こんな商品はぜひ、1円出品向きの商品とは、1円出品した方が良い商品をご紹介します。こんな特徴が。
1円出品向きの向き不向きを見分ける方法、多くファンの過去実績から見分けられます。入札者が多い商品は人気なので、需要が大きく1円出品向きです。1円出品向きの商品1、限定品、非売品、大会商品や製造中止された商品、期間限定商品などの手に入りにくい商品は入札されやすくなっており、かつ金額が高騰しやすい傾向にあります。1円出品向きの商品に人気ブランド商品、正規品はもちろん、購入者限定のノベルティにも一定の価格がつきます。偽物も多く出回っているので、本物の証明は必須です。1円出品向きの商品3、家電、それからカメラ。家電は安定した需要があり、高額で落札されやすいカテゴリーの一つです。カメラは部品単位でも高値で売れることが多いので、1円出品すればより多くの入札が期待できます。まとめです。1円出品についてご紹介しました。よほど需要の高い商品でない限りはリスクがありますので、需要の判別が難しい場合は普通に出品することをお勧めします。ということで、チャンネル登録お願いします。